神話という、まあ、現象といいますか物語のジャンルっていうのはおそらく、まあ、人が人の心を持つようになってからと同じぐらいの歴史があって、でやっぱり神話を持たない文化もないし、まあ、民族もないっていうふうにまあ言われていて、でその、まあ、ことを研究するのが神話学なんですけれども、その時にまあ必要なのはこう比較をしていくっていうことなんですね。で一つのあの文化の神話だけを勉強するんじゃなくて、さまざまなこう神話をこう比較して対照させていきながら学んでいく、それによってこう人類のこう最も古い物語である神話からこう人間のことだったり文化について考えていくという学問なので、神話を勉強することで人間について文化についてより深く考えられるようになるんじゃないかなというふうに思っています。あの日本の神話というのは8世紀にまとめられた、まあ、古事記や日本書紀、また、地域地方のですね伝承をまとめた不土記というのがありまして、まあ、そのあたりをですね、勉強していくっていうのが日本の神話の、最初のこう取っかかりになるかなと思います。神話っていうのはさまざまなこういろんなこう始まりだったりとか、そういうものをこう神様たちの活躍を通して伝えているんですけれども、その、まあ、神々というのは、日本にたくさんある神社で、祀られていますので、その、まあ、一番神話を身近に感じる場所としてはその神様が祀られている神社を訪れてみるというのが、まあ、あるかなと思います。神社っていうのはこう確かに年に1回行く、でもそれって大体初詣なんですけれども、でも初詣って日本人の大体7割から8割ぐらいが行くというふうに言われていまして、それだけ多くの人が訪れる場所なんですけれども、何かというと神様を祀る場所なんですね。だからそんなにたくさんの人が行くのに意外と知られていないという場所でもあるかなと思います。あの日本人の7割から8割近くが初詣に行くというふうに申しましたけれども、その中でも一番、初詣客が多いのが東京の明治神宮になります。だいたいお正月の三が日で300万人の人が訪れるというふうに言われていて、その300万人っていう数字は世界中の、まあ、イスラム、を信じている人たちのことをムスリムと言いますけれども、まあ、世界中のムスリムが一生に一度は行きたいと思ってサウジアラビアの、まあ、メッカに行くのが、その大巡礼、それが大体ですね300万人というふうに言われていて、やっぱりニュースで、巡礼っていうと ものすごい群衆が、メッカに向かっているというですね報道のされ方しますけれども、人数的には明治神宮の初詣と同じか明治神宮の方が多いぐらいなので、そうやって見るとですね、なんかすごく、日本人って、信仰熱心なのかなというふうに、まあ、思われる一方で、日本人は無宗教だっていう言い方もされるんですよね。まあ、それはこう年に1回ぐらいしか初詣に行かないっていうふうに、言うと、で、まあ、初詣で神社に行くと言ったら、まあ、年に1回だっていうと、確かにあの無宗教っていうふうに言われてもおかしくないような感じなんですけれども、でも、まあ、1年間で言っても初詣があったりお彼岸があったり盆踊りがあったりクリスマスがあったりっていうふうに、まあ、考えると、まあ、我々日本人の宗教との関わりっていうのは非常にこう、たくさんあって、で、それは結構こう多様な関わり方 でどっちかっていうとこう宗教を信じているっていうよりも、まあ、宗教に関わる行為を行っている、なんか振る舞いといいますか習慣として行っている、あんまり宗教だっていうふうに思っていないっていうことだと思うんですよね。でも、まあ、他の地域の人たち他の宗教文化の人たちから見てみると、あ、それってものすごい
宗教熱心な人に、見えるかもしれないということで、自分たちがどういうつもりでそういうことに関わっているのかっていうことを、こう他と比べながら、あるいは他の文化の人たちにどういうふうに説明していったらいいんだろうかっていうことは考えてほしいですよね。神社っていうのは日本に大体約8万社あるというふうに言われていて、ものすごい数が多くて、で全ての神社に神様が祀られているっていうことになるんですけれども、とはいえ8万種類の神様がいるわけではなくって、で同じ神様が複数の神社に祀られているっていうことも多くてですね、で、その神様たちっていうのをこう見てみると、私はこう3つの種類に分けられるんじゃないかなというふうに考えていて、一つは先ほど言いましたように古事記、日本書紀といったいわゆる日本の神話に登場する神様たちと、あともう一つはもともと人間だった神様というのも実は結構お祭りされていて、例えば日光東照宮の徳川家康権現様っていうふうにしてお祭りされていたり、しますけれども、そういうあと菅原道真公ですね、天神様とかですね、そういうふうにもともと人間だった神様と、あともう一つはですね、民族神というふうに言っていいかと思うんですけれども、ちょっとこう出自としてはよく分かっていないことも多いんですが、民間の中からいつの間にか生まれてきた神様というのもあって、こう神社でお祭りされている神様、それはつまり日本の神様というふうに言っていいと思うんですが、それはやっぱりこの3種類あるというふうに言っていいかなと思います。神社は神様をお祭りする場所なんですけれども、もともと建物があったわけではなくて、さまざま大きなこう山だったり岩だったり、そういうものに神様をこうお招きして、それを祭るっていうようなのが本当に古い形だと思うんですね。でもそれが本当に古い時代、例えば古墳時代とか、そういう時代にどういうふうにして神様と付き合っていたのかっていうのは実はあんまりよく分かっていなくって、実際にどうやって神様をお招きしてたとかって言われてもですね、文字として残されているものがあるわけではないので、よく分かっていないんですね。でもおそらくその仏教が日本に入ってきて、で建物を作るとか、で神社っていう建築を作るっていうようなことが行われるようになって、でそれで神社っていう場所を、空間を作り上げていくっていうことが始まっていくと。でそしてそこに天皇とかがこう、お参りはしないんですけれども、こう天皇とかがお祭りをする、それが大体8世紀とかそういうことになっていって、で一般の方が行くっていうのは多分もっと後になってくると思うんですが、平安時代とかそういうぐらいになってくると、いろんな形で、こう旅を、するということも始まっていって、で貴族とかそういう人たちが祈願のために神社にお参りするっていうようなことが行われていったみたいですね。このこういろんなこう旅をするこう文化人みたいな、旅をする文化人が生まれてきて、
そうですね、あの女性でも和泉式部が貴船神社にお参りするとかそういうこともありますし、まあ、あとですね、西行法師なんかがこういろんな旅をしながらですねお参りをすると、その中で、伊勢神宮、正式名称現在は神宮と言いますが、神宮に行ってあのお参りをしたなんていうことも歌として残って、いたりします。何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるる。で、まあ、あの実際に本当に西行法師が歌ったかどうかはわからないんですが、でもそれってものすごく日本人と神社の付き合い方をよく表していて。